は、ナクスコ北線ホームです。午前7時10分現在の道路交通情報をお知らせします。初めに、関越道の東京方面へ走行中の方にお知らせします。この他、南部料金ルートは、途中かって付近に差異があるという、午前1時の報道でした。引き続き、この報道を八景寺方面へ行かれる方にお知らせします。中央道、相模湖インターを先頭に、どちらかで、また、38キロコツ付近の八王子ジャンクションを先頭に、それぞれ停滞しています。三輪ラジオ、関越道、所沢より、お伝えしました。あなたのディスプレイ、え、待ってみよう。